なんと今回、はい、あの、あずきさん6枚送っていただいて。はい、<laughs> ちょっと選べ、<ー>選べちょっと選べきれなくて、ちょっとお任せしちゃいました、岸田さん通知ビビりました、マジで。<laughs> なんか,や,や,らか <laughs> やらかしたかと思って。<laughs> で、あの、その中から、じゃ本当に、確かに選べなかったです。はい、もう無理やり。そうですか。2枚選ばせていただいて。 ちょっと最後まで見ていきたいなと思うんですけども、1>, も1枚目は完全に私のお気に入りシーンです。はい、ああ。もうこれお伝えしたかもしれないんですけど、えー、こちら。はい、もうこれ私、本当に大好きで。<laughs> 稽古の時にあの志田さんが<ー>面白いねって言ってくださったあーシーンですよね。あのねあの、先ほども言った通り、我々、 このあずきさんと、かげろうさんと、私3人が第1回からいるわけじゃないですか。<laughs> なんかその、のお二人が踏まれながら目を合わせるところで、あっしは勝手になんかそういう絆みたいなものを感じてしまって、<laughs> 素敵ですよ、本当にと思って、ついお伝えしてしまいました。もう魔界ならではですよね、に <laughs> いや、本当ですよね、こんな、 チャイナ服のお姉様に踏まれることなんて。<laughs> そうですね。まあ、ちょっとマニアにはたまらない感じだと思いますね。<laughs> <laughs> いや、もうこの目をお二人で合わせてるのが大好きすぎて。<laughs> ええー。これだから、一番最初にやった時に、なんとなく、あの、自然に、自然と影のと目があって。<laughs> どうします合わせます <laughs> か影かさんの方から言ってくださすごい <laughs>